741年、聖武天皇は国ごとに国分寺と国分尼寺を建てることを命じた。国分寺建立の御事りである。国分寺は正式には金光明四天王五穀の寺という、金光明最小王経という経文を唱えてその教えを広めれば、仏教の守護神である四天王がその国を守り、災難を除いて願いを叶えてくれるという考えに基づいている。鎮護国家と呼ばれる思想だ。御事りは国分寺に七重の塔を建て、金色の文字で書かれた金光明最小王経を安置するように命じている。そして必ず20人の僧を置き、毎月8日に金光明最小王経を読むことを定めた。一方の国分尼寺は法華滅罪の寺が正式な名前で、天を10人置くこととされた。国分寺国分尼寺の建立は光明皇后が聖武天皇に勧めたと言われている。仏教を熱く信仰していた光明皇后は、その教えに基づいて貧しい人々や孤児病人を救う慈善施設を設け、仏教の広まりに影響を与えた。国分寺建立の御事りから2年、さらに仏教に深く帰依していった聖武天皇は巨大な仏像を作ることを命じた。大仏造立の御事りには、国中の銅を使い尽くし大きな山を削って盧舎那仏像を作ろうと思うとあり、聖武天皇の願いの大きさがうかがわれる。盧舎那仏とは、全世界をあまねく光で照らし出す仏のこと。仏法の本質を表すとされる、いわば仏の中の仏である。東大寺の大仏は高さおよそ15メートルもある巨大なもの。大仏殿も現存する世界最大の木造建築だ。752年、大仏の開眼供養が盛大に執り行われた。御事りを発してから9年の歳月が経っていた。大仏殿の前には1万人もの僧侶が並び、インドから招かれた僧侶によって大仏開眼の儀式が執り行われた。大仏造立は仏教によって国を守りたいとする聖武天皇の願いを表すとともに、律令国家日本の威信を内外に示す一大イベントともなったのだ。